はい、こんにちは、清水エアです。今日はノートパソコンを買ったので、そちらを開封してレビューしていこうと思います。Windows パソコンを買いました。Amazon で4万円ぐらいのやつです。まあ割と廉価なやつでですね、なんで買ったかというと、今度パソコンの出張パソコン教室みたいな仕事をやりたいなと思って、それで持ち歩けるパソコンを探してたんですね。今までも Mac は MacBook Air 持ってたんですけど、それ2013でちょっと古いし、で Mac だとちょっと不都合かなと思って、手頃な Windows 機をずっと探していて、で今回これを買いました。はい、それがはい、こちらです。ではこちら今から開封していきます。その前にこれ選んだ理由なんですけども、まあ、一つは値段が手頃だったってことですね。それなりの性能で4万円ぐらいで、必要な性能も十分揃っていたっていう。動画編集とかはやらないんで、まあ、画像編集とかネットを使ったりとかできればいいので、まあそれでちょうどいい性能だったっていうことと、あとはレビューが圧倒的に多かったことですね。4万円前後のパソコンって Amazon で結構あるんですけど、まあこれレビューが圧倒的に一番多くて、3000いくつありました。3750ありました。というわけでこれを買ったんですが、今から開封していこうと思います。その前に一応性能を紹介しておきますね。今画面に出しますが、ブランドは GLM っていうところで、ちょっと馴染みがないんですけど、 GM ジャパンっていうメーカーの GLM っていうシリーズみたいです。で、 OS は Windows 10 Pro、 CPU は Intel、 画面が 14.1 インチで、メモリが 8GB、 SSD が 256GB、 重さが 1.3 ですね。だからメモリと SSD はまあノートにしてはちょっと多いぐらいかな。これより1万円安いやつで、メモリ 4GB で SSD 64GB っていうのもあったんですけど、結構迷ったんですが、まあ後で後悔したくないなと思って、まあ、そっちではなくって、まあそれよりはちょっといいやつ、余裕を持ったスペックのやつを買いました。でもうちょっと詳細出すとこちらですね。はい、まあこんな感じとなっています。はい、では開封していきましょう。開けてきます。はい、出ました。 GM ジャパン。はい、開けます。これはアダプターとかかな。で、こちらが本体。はい、こんな感じとなっています。外観見ると何にもないですね、マークとか。あ、で、だいぶ薄いですね、これ。裏側はこんな感じ。この辺は MacBook Air とかなり似てますね。これってアルミなのかな。で、ここを開けると、はい、はい、焼きました。これを取って、で、これを剥いでおきましょうか。なんか落としそう。はい、中はこんな感じです。これは見れば見るほど MacBook Air 似てますね。ポート類は右側が、ここ電源ですね。電源、イヤホン、これが USB で、マイクロSD で、こっちが、これが USB3.0 かな。僕なんか USB-C とちょっと勘違いしてましたね。はい、他のものは、これがキングソフトの WPS Office 2 for Windows。 これちょっと僕よく分かんなかったんですけど、マイクロソフトの Office とは違うっぽいですね。これはキングソフトのセキュリティ。はい、まあ初めてガイドで、これがアダプターでしょう。はい、こんな感じで、うん、いいですね。結構小柄で。はい、起動しましたね。まあ SSD なんで起動はきっと早いでしょう。
実は Windows 機を買うのはこれ3回目で、でも前の2回はちょっと Windows っていうものが馴染まなくって使えなかったんですよ、結局。2回とも売っちゃいましたからね、すぐに。今回はこれ長く愛用できればいいかなと思うんですけど。でもキーボードの感じとかすごい Mac に近いので、なんか使いやすそうな気がします。これは最初になんかユーザー登録的なことがいるのかな？あ、はい、もう起動しましたね。まずは Wi-Fi でネットに接続しましょう。はい、ネットに接続します。はい、接続できたみたいですね。では、これはエッジかな？はい、ブラウザのエッジを立ち上げて、ちょっとネットを見てみましょう。はい、今気づきましたが、まあレビューでも書いてあったんですけど、エンターがちょっとちっちゃいですね。普通エンターってこう、2段になってますけど、これ1段なんですね。ちょっと読み込みが遅いけど、これは何だろう、回線のせいかな。はい、出ましたね。ちょっと音とか映像を確認してみます。はい、というわけでちょっと YouTube を見てみましたけども、まあ音も映像も問題ないですね。特にめっちゃいいってわけではないですけど、まあ普通に視聴する分には全然問題ない感じです。はい、しばらく触ってみました。操作感はですね、このトラックパッドの反応はすごいいいですね。こうやってカーソル操作したりとか、2本指でスワイプしたりとか。ただ、このクリック、このタップが少し硬いっていう感じはあって、これレビューにも書いてあったんですが、少し硬いので、マウスをつけて使ってます。まあ、マウスは最初から使うつもりだったんで、まあこれで操作していこうかなと思います。ここにね、あのレシーバーが挿してあります。で、他にはですね、一番メインとして使えるのはこれでしょうかね。この WPS。WPS Office っていうくくりで、で、このライターとかスプレッドシートとか、あります。まあこれどういうことかって言いますと、あのマイクロソフトのオフィスってありますよね。ワードとかエクセルとか。あれと似たようなソフトですね。これがワードに該当するライターで、エクセルに該当するのはこれで。だからこれがプリインストールされていて全部使えるということですね。これが多分パワーポイントかな。ちょっと触ったんですが、これびっくりするぐらいあの、オフィスのソフトに似てますね。はい。で、起動早いですね、これ。これ新規作成にして、こうやってパッと見るともう完全にこれはオフィス、ワードですね。で、機能もざっと見た感じ、ほとんど一緒じゃないかな。使った感覚も一緒です。アイコンが若干この簡素な感じしますけど。これレビューを見ていたらですね、なんかこう、マイクロソフトのオフィスが最初から入ってるって思ってる人いましたね、結構。これはちょっと紛らわしいんですけど、この WPS っていうのは、キングソフトっていうメーカーのソフトで、マイクロソフトのやつとは違います、商品として。ただ、機能としては、まあ、ほぼ一緒なのかな。僕はこれって、なんかオフィスの簡易版みたいなものかなって思ったんですが、触った感じ別に簡易版というわけではなく、普通にもう使える。多分、機能的に一緒なんじゃないかな。最近 Excel の勉強してたんですけど。関数とかもこうやってザーって出てきて。はい、足します。こんな感じでできますね。テーブルにも、はい、できますね。はい、これは普通に表計算やったりとか、まあワードを使ったりとかしたい人でも別にこれでいいんじゃないですかね。はい、他に入っているソフトは、まあ Chrome、ブラウザとして Chrome と、エッジがあって、で、セキュリティソフト、キングソフトがあって、他にはというと、まあ、あとは一般的なものだと思うんですけども。はい、あとオフィスの方は、一応ここからアクセスできるようになってますね。ただソフト自体は、インストールはされてないです。使う場合は、オンラインで登録をしてサブスクリプションで、使うことになります。まあ、僕の場合はオフィスを一応、サブスクで登録しているので、まあ使おうかなと思います。さっきのこれよりはどっちかっていうと、マイクロソフトの方がまあいいかなと思うので。あとはアクセサリーとかですね。はい。ちょっと後で気づいたんですが、
こちらのマイクロソフトのオフィスとかワード、オフィスのワードとかエクセルを使う方法がありましたね。スタートの方から行って、で、少し行くとオフィスってありますね。あ、で、ここですね。ここで、この仕事効率化ってある、ここに、ワードとかオフィスのアイコンがあって、ここをクリックしますと、はい、ワードとかエクセルとか出てきます。で、これをクリックするとどうなるかっていうと、エクセルで、はい、ブラウザが立ち上がるんですね。で、これはインストールされているわけではないんですが、オンラインでワードとかエクセルを使うことができます。で、こうやってマイクロソフトのアカウントがあれば、これでログインをして、で、そうすると、インストール版と同じような見た目のエクセルが立ち上がって、で、新しいブック、これをクリックすると、はい、このように編集のエクセルの画面が出ました。はい、この辺も一緒ですね。ダウンロード版のやつと。つまりこれどういうことかっていうと、調べてみたら、マイクロソフトはオンライン版のこういうオフィスのソフトを無料で使えるんですね。これ知らなかったですね、僕。アカウントさえ持っていれば、オンライン版のやつはこうやって無料で使えてしまうということです。最近マイクロソフトの365っていうダウンロード版のサブスクリプションを月1000円で使っていたんですが、これ無料で使えるんだったら全然こっちでいいですね。まあ多少機能は制限されていて、ワードは縦書きができないとか、Excel もまあ若干何かあるらしいんですが、ただまあ普通に使う分にはさほど問題ないので、解約してこの無料版にしようかななんて今思いました。はい、まあこんな感じでした。次はじゃあちょっとこいつと MacBook Air 比べてみましょうか。右が GLM、左が MacBook Air 2013、11インチですね。まあ大きさはやっぱりちょっと違います。右が14インチなので。で、開け方はですね、こっちは、蓋を持って開けるとこう開く。で、こっちは、開かないんですね。ここがちょっと違うところで、ここがデメリットかな。ちょっと、硬いので、持ち上がっちゃうんですね。下を押さえながら開けないとダメと。で、見た感じは、非常にそっくりですね。特にこの2013年のこれ、MacBook Air なんですけども、この頃のやつにそっくりです。キーの感じとかも。押し心地もまあまあ似てるかな。こっちの方がちょっと突起が、この、浮いてる感じがしますね。あとこっちはアルミじゃないみたいですね。こっちはプラスチックなのかな。こっちはアルミなんでひんやりしてますけど。これやっぱこのヒンジがちょっと強いので、硬いので、こう、締めようとすると動いちゃうんですね。うまく引っかかれば、はい、閉まりました。薄さを見ると、こんな感じですね。これはまあ、ほぼ一緒かな。手前に来ると、MacBook Air の方が少し細いですね。うん。これちょっとやっぱり開けにくいのがデメリットかな。はい、キーの配列なんですが、こちら Mac と少し違ってて、ここに一列多い感じですね。ここに Enter とか、まあ、バックスペース。Mac で言うと Delete キーですけど、こういうのがあって、Mac はここで終わってるんですけど、こっちの Windows キーの場合は、ページアップ、ページダウンとかがありますね。で、十字キーが一個一個結構大きいやつで。Mac の場合ちょっとちっちゃいんですけどね、これ。であと違いとしては Shift はこっちにしかないのと、大きい違いはそのぐらいかな。まあ、さっき触った感じ、やっぱりこのエンターキーが少し小さいので、決定しようと思うときにこの辺を押しちゃったりとか、デリートもちょっと慣れないのと、まあ、そこで若干の違和感ありますが、まあでも慣れるでしょう、きっと。多分このキーの配列とか、押し心地とか、っていうのはおそらくこっちをモデルにしているので、まあ、Mac ユーザーでも使いやすいかなって感じですね。はい。というわけで本日は Amazon で発見した、GM Japan の4万円のパソコンをご紹介してみました。まあ性能から言っても動画編集とかまでしなければ、まあ画像編集とかあとネットをやったりとかぐらいで良ければ全然これでいけそうだなと思います。はい。まあ表計算とかワードとかもいけるかなと思いますね。まあ若干のマイナスポイントとしては、ちょっとこのヒンジが強すぎて開けにくいのと、あとこの電源、
入れるときにちょっとこの硬いっていうところですかね。だからまあそういう細部に至るとちょっと、まあ、MacBook Air と比べちゃうのもなんですけど少し劣るかなっていうところはあります。ただまあ日常用途として使っていって、まあ、4万円ぐらいだったら結構リーズナブルでコスパのいい、パソコンじゃないかなと思うので、まあこれから使っていこうかなと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。またしばらく使ってみて何か感想があれば、また動画であげようかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。さようなら。